マイケル・サミュエル・キワヌカは、コミニオン・レコーズと契約を結ぶ、英国のソウルミュージシャンである。彼は、ビル・ウィザーズ、ランディ・ニューマン、テリー・キャリアー、オーティス・レディングなど、あるいはバン・モリソンや、テンプテーションズなどとも比較される。2012年1月に、彼は、BBC の2012年の音に投票で選ばれた。キワヌカは、アミーン政権から逃れてきた。 ウガンダ人の両親の息子として、北ロンドンのマズエルヒルで育った。彼は、フォーティズメア学校で学び、A レベルを修了して2005年に卒業した。彼は、数多くの友人を持つ非常に気さくで謙虚な生徒で、当時からあらゆるジャンルの音楽を愛してやまなかった。彼は、ベースギターとジャズギターを、学校のコンサートやリサイタルで、よく演奏していた。彼は、その後、 ウェストミンスター大学のメディア、芸術、デザイン学部で学んだ。キワヌカは、ビル・ウィザース、オーティス・レディング、ジャック・ジョンソン、ポップス・ステープルズ、ザ・バンド、ジョニー・ミッチェル、ボブ・ディラン、エリック・ビブ、トミー・シムズ、リッチー・ヘブンズなどからの影響を認めており、ビル・ウィザーズと共演したドラマーのジェームズ・ガドソンとも、共演している。ソロアーティストとして活動する以前のキワヌカは、 セッションギタリストとして活動しており、チップマンクとバシーなどと共演していた。彼の初の正式な演奏は、ケンティッシュタウンのザ・オックスフォードで行われた。彼に注目したコミニオンレコーズは、2011年6月13日発表の初作品、物語を聴かせてを含む、彼の最初の2枚の EP を発表した。キワヌカは、アデルのアデルライブツアー2011。 iTunes Festival 2011において彼女の助演をしている。また、2011年のハードロックコーリングにも出演している。2011年に彼はポリドールレコーズと契約を結ぶ。彼の名前は BBC の2012年の音投票で挙げられ、2012年1月6日に受賞者として選ばれた。ユーロ危機の際に、 スペインとウガンダを対峙した2012年6月12日付の BBC の記事ではウガンダ出身の有名人として彼の画像が掲載された。なお、スペイン側で掲載されたのは女優ペネロペ・クルスであった。ありがとうございます。